ズームイン、ジョー。この動画は子供に大人の仕事を紹介していきます。本日のゲストは ABA セラピストの緑川いつかさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ABA セラピストとはどういう仕事ですか？はい、ABA というと、行動をよく見て、その行動をより良い行動に変えるお仕事をするのが ABA セラピストです。例えばケイスケ君、今直したい癖とか、これはやめた方がいいのにやめられないなっていうものはありますか？約束の時間が迫っても好きなことをやめられない。なるほど、はい、先生もそういうことってあります。でもね、大丈夫、 ABA セラピストにかかればそれもゆっくり直していくことができます。でもどうして直したらいいかっていうのはとっても悩むよね。だけれど ABA セラピストは、見えるかな、こんな本で、こんな分厚い本で、今まで研究されたことのデータをもとに、直していくことをね、計画を立てることができるんです。例えば行動契約書というのをね、作るといいと思います。例えば、やらなきゃいけないのについ、やらないということになってしまうので、毎日勉強を何時から15分間しますということを書いて、それをお母さんか私と契約をして1週間続けられたらご褒美に何かがもらえるとか、何かいいことができるっていうね、契約をしていくわけです。それでこれまでできなかったことを解決することができたりということのお手伝いをします。その他にもいろんな方法を、もしそれがうまくいかなくても、よし、じゃあもう一回考えてみようって言ってね、またうまくいく方法を本とかいろんな ABA セラピストが一緒に考えて、ケイスケ君の、ちょっと困った行動をより良い行動に変えていく、そんな、お仕事をしています。では次に、ABA セラピストとして今後どのような活動をしていきたいですか？はい、自分のやっていることに自信が持てないとか、自分を変えていきたいっていう人のお手伝いを続けていきたいと思います。またね、 ABA は直したい行動だけではなくて、今できていない、例えば逆上がりが苦手とか、泳ぐのが難しいとかいうことを、少しずつ、身につけていくこともできます。それをね、自分のアイデアだとなかなか上手になれないけれども、近道を研究の結果から編み出してですね、一緒に、早くできるように、していくことでですね、一人でも多くの人にこの方法を伝えていきたいと思います。では最後に、子どもたちに一言お願いします。今言ったようにね、できないことも小さな積み重ねで確実にできるようになります。もし悩んだりしたら、ぜひ ABA セラピストに相談してみてください。本日はありがとうございました。ありがとうございました。